じゃあ、まあ、稼ぐ口からね。ちょうど昨日だったかな、あのお金か愛かみたいな論争があって、私もちょっとコメントを求められたところがあるんですけども、あの、まあ、愛があるんだったら金ごときは稼げると思うんですよただそれだけじゃないですかね。それがだから自分の家族に対しての愛だったら、まあ、例えば、まあ、旦那さんが家族の不自由がないように稼いで支えるのもあるし、奥さんもね、お金を稼げば確実に旦那さんの労働時間減るんで支えることもできるし、まあ一人暮らしの方でも、例えば R34 っていうね、ちょっと変わった車に愛情があったら、もう目いっぱい車検費用が150万かかっても稼いでくるしね、うん、まあそういうこともあるし、なんかワンちゃんが好きでね、犬飼いたいなと思ったら、やっぱこう犬も50万ぐらいするわけですよ。で50万なかったらやっぱ稼ぎに行くと思いますし、かといって飼い始めたら餌代とか、まあ、いろんなブリーダー代とかね、維持費がかかってくると思ったら、自分の住んでるところは犬がちょっと NG だからちょっと引っ越そうかみたいな感じで、なんかね、ワンちゃんにですら養おうと思ったら金を稼ぐと思うんですよね。うん、だから自分の暮らしとか自分の大切な人のために、まあ、稼げないっていうのは、まあ愛情がないということでいいんじゃないかなというふうに昨日はね、お話しさせてもらったりするんだけども、でも実際はなんかね、そこまで本気で稼がないっていうかね、うん、でも文字通りその自分の命とお金を引き換えにしてでも家族を守るっていう人もいるぐらいなんで、できるんじゃないかなとは思うんですけども、そこまで危機的な選択にならなくてもね、あのよくほら難病の我が子を救うために街頭に出てなんかね募金を募ったりとかすると、最近はあんまりないみたいですけども、でもやっぱり昭和の初期なんてのはもう医療の体制も整ってないし、それこそインターネットもないんで、もう駅前に出て、あの我が子を助けたいんですとか言ってからね、一生懸命頭下げたりとか、いろんな人に署名をお願いしたりとかっていうのは、まああったかなと思いますよね。でそれをすると実際になんか1億円とか2億円集まってアメリカに行って心臓手術みたいなのなんかあったような気がしますよね、うん、なんかあの時は、まあぼーっと見てたぐらいなんですけども、でもよく考えたらあれ本当普通の人の、お金を稼ぐ術がない人がもう多くの人にお願いしますって言って結局お金を作っちゃうみたいなところがあるのもすごいなと思いましたよね、うん、自力で稼げなくてもなんか目的は達成されちゃうみたいなね、うん、じゃあお金に困ってる人が別に難病じゃなくてもいいけども、駅前で我が家の家計が苦しいんですお願いしますとか言ってやってるかってやってないですよね、うん、なんかおなら垂れながらこうただ寝転がってるだけみたいな図じゃないですか、うん、だからなんか思いってすごい大事なんじゃないですかね、うん、まあ、思いがあってもあでもなみたいになんかこう計算高くなっちゃうと自分の第一感情のまま動けなかったりするんですけども、まあだからお金か愛かみたいなね、いや愛があったら金ごときは稼げるだろみたいな感じですよね。お金の問題クリアしても愛の問題クリアできないんでね、はい、じゃあそんなとこですかね。稼ぐ力ね、まあ速火力じゃないですか、即稼ぐ力みたいな速火力ついてますか。いってらっしゃい。